いらっしゃいませ、カフェアンナです。いつもアンナママの独り言にお付き合いくださいましてありがとうございます。はい、今日はですね、前回のですね、衝撃的な、がんだということが分かった時の日のね、衝撃的なお話のね、続きをねしていきたいと思います。また例によってですね、ブログをね読ませていただきたいと思うんですけれども、なんかちょっとね思ったよりも長いかもしれないので、ちょっと早速ね行ってみたいと思います。その前にですね、こちらのミニチュアカフェアンナというチャンネルはですね、60代一人暮らし元喫茶店のママの幸せな人生の Vlog ということで、私がね経験してきたいろんなことから幸せのね作り方なんかをねお話しさせていただいております。よかったらね最後までお話聞いていただけたら嬉しいです。はい、それでは早速今日のですねブログのテーマはですね、ちょっとねまたこれまたね刺激的なんですよね。でちょっと今の時代にねちょっといいのかなって思うこともあるので、ちょっと最初だけね、最初の 2,3 行だけねちょっと読まないでそこをね写したいと思います。ちょっと待ってよ。検査の結果ががんと出て、さてどうしたらいいものか。病院に来てしまったら、手術、抗がん剤、放射線療法の3点セットがお決まりのコースらしい。ビタミン各種、蜂の巣、キノコ、葉っぱ、お茶、マッサージ、天然温泉、人参ジュース、エトセトラ。心配して勧めてくれた人たちの気持ちはとっても嬉しかった。本当にそれでがんが消えちゃう人もいるのだろう。けれど私にはどれが合うのかわからない。人参ジュースで治るなら私だってそうしたい。西洋だろうが東洋だろうが、プロでなければ治せはしないと思われた。保険の効かない治療法は時間もかかるしお金もかかる。少しの間悩んだが、西洋医学のお世話になると決めた。かかるのならばこの病院と決めていたところの先生がまたいい先生だった。あなたを乳がんから救ってあげたいという気持ちが伝わってくる。覚悟を決めた。この先生は苦しんでいる人の病気を治すためにどれほどお勉強したのだろう。親御さんの支えもあって無事お医者さんになられたことだろう。50代も半ばを過ぎるとどこへ行っても大体みんな年下で、もちろんこの先生も年下だ。情けないことにいつも自分のことだけで精一杯で、人様のために生きるなんて無理。若いのに偉いなぁと思ったら、ありがたくてありがたくて、先生のご先祖様にまで手を合わせたくなった。検査、検査に一月近くかかり、6月末に手術と決まった。退院して夏にアンナを再会。しばらくするとマリ食堂のマリさんがひょっこりやってきた。アンナちゃん、これがいいよ。自分で足揉んで。590円だから。術後も再発防止のために人参か温泉かで悩んでいた私に一冊の本を貸してくれた。足もみで心も体も超健康になる。注目は102ページ。熱心に足をもむ人たちのがんの再発率が現在までで 0% です。と言い切っていた。そんなこと書いていいの？ 0%。すぐに足もみ始めました。
長い文章になりました。でもここからが本当はお伝えしたかった本題、命のお話です。心臓が止まりそうになって自分で救急車呼んで一命を取り留めた40代の女子とか、原因不明のめまいで日常生活も大変な主婦とか、このまま行ったら透析になりそうでやばいのとか、息子がうつで困ったもんだとか、血圧異常に高いだの、糖尿さーとか、なんと病人の多いことでしょう。私の周り、配ったよね590円、すごいから足もみ、持病は治らないって決めつけてたりするけれど、少しでも良くなると信じて自分の体をねぎらってほしい、騙されたと思ってやってみてほしい。早速効果があったのか、私は放射線治療をしないで済んだ。先生もそれはいいと思いますよ、続けてくださいと。おまけに思わぬ効果、暗夜のセルライトが消えて嘘すっきり、おすすめです。お正月は、あ、ここからもちょっと読まないわ。はい、というわけでこれは2020年の1月4日お正月ですねに書いていたブログでございました。はい、こちらがブログの中で紹介させていただいた足もみのね本です。はい、気になる方がいたらぜひね、私はこれはすごくいいなと思って、最近ちょっとやってないんだけどまたやろうかな。はい、はい。今年の5月で乳がんの手術から5年経ちましたっていうことで、今ね当時のブログを何本かあるんですけども読ませていただいていました。はい、と前回前々回などのねの動画のね URL をね概要欄に貼っておきたいと思いますので、もし以前のねお話まだの方、興味ある方がいらっしゃいましたらぜひね見てみていただければ嬉しいです。はい、病気でもね元気で、病気でも元気でって変だけど、なんかたくましくね乗り越えてきたねお話になると思うんですけども、何かのね参考になればいいなと思います。がんに限らずね、だんだん年を重ねていきますといろんなことが出てきますよね。不安だったりね恐怖心とかもねいろいろあると思うんですけども、大丈夫なので大丈夫なのでね、はい、一緒にね乗り越えていきましょう。はい、それではもしね よかったら今日のお話よかったらね、いいねボタンとかねチャンネル登録とかねしていただけると大変嬉しいです。それでは今日もご来店くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。